サンリーシーウェイウォンの皆さん、大家好、我是小智男。来たの3年ぶりなんですけども、やっと来れたっていう感じです。なのですごく嬉しかったです。台湾は、まずご飯が美味しいもそうなんですけど、すごく人が親切です。優しくてみんないつも笑ってて、それがハッピーをもらえるから好きです。昨日は北京ダックと、あと台湾の多分高級レストランに連れてっていただきまして、全部出てきたものが美味しかったです。あとお気に入りはライスケーキがお気に入りでした。Like we have to wait the, for the Dayu. Yes. Even if they didn't stand, you know.、Oh. And that waiting time always like make me laugh. やる予定は今考えていますので、ぜひ詳細が出るのを、ね、SNS をチェックしていただけたら嬉しいです。またすぐに台湾に来る予定はありますので、楽しみに待っててください。休みの日は私は結構お昼から友達とカフェ行ったりとかするんですけども、最近はちょっと遠出をするのが好きで、友達にドライブとか連れて行ってもらってます。 I didn't go that so much but、I went to Chiba、and there's a, like a you know big game center、yes. and also go to the, like onsen。そうですね、まだ未知ではありますけど、自分の限界を超えたいので、どんどん成長していけたらなって思います。とにかく新しいお仕事とか新しい挑戦にもうどんどん挑んでいきたいと思ってます。はい、昨日はファンイベントがあったんですけども、やっぱり会うのがね3年とか会いたるファンもたくさんいたんですけども、もう変わらずに、むしろその前よりもたくさん私に対しての熱意を伝えてくれて、会えたことを喜んでくれて、なので今後やっと海外に来れる日が増えるので、もっとファンの人たちと会えるのをすごく楽しみにしてます。あとは本当に長い間応援してくださってありがとうございます。これからも頑張るのでよろしくお願いいたします。